えー、ノエル・タティノさん、ありがとうございます。えー、カブ君、こんにちは。えー、お,とおととい、えー、眠ることができなかったのですが、えー、そのせいなのか、昨日から今日はぐっすりでした。私と母は祖母が支配していたので、えー、祖母は私に対しては過干渉だったんですが、えー、そのためにがんじがらめだった父は、逆に私には良いほど、ほどよい放任主義でした。 えー、それをいいことに高校を卒業してから私は嘘をつきまくりめちゃくちゃ好きに、えー、過ごしていました、うんえー、男性関係は自分で線引きをしていたんで非近候補性でしたが男の子の友人の家に、えー、他の友人たちを泊まったり、あのー、そうですね、えー、その時の私は尋常じゃないくらいのモテ期で、えー、同時に何人もの男性に好きに なられていましたが、今思えば、もっとバラバラに来て,よって来,てよ来てよって感じです。うん。すごいですね。えー、なぜなら、私なりの美人度がピーク、所詮、所詮私なりなんで大したことはありませんが、の、えー、っと、時には、えー、男性はもちろん女性まで私を遠ざけていました。 えー、その頃はマジで音楽活動をしていたんで、えー、最近まではしていた方がマジでした、うん。人によるとカリスマ性があるので寄ってこないのではないかとの見解でした。えー、長いブランコを得て、最近までしていた活動の時にもよく出演していたライブハウスの店長も、 対バンにも声かけづらいいオーラが出ててると言われししまいました、えー、自分ではごく普通にしていたんですけどね。えー、さて、男性関係ですが、数十年硬かった私なのですがつ、えーと、そう状態になってしまったせいで、えー、もともと年下、好きだったこともあり、えー、結構年齢差のある男の子を特会引っかいで遊びまくりました。 なるほどですね、もし父が真相を知ったらですね、真相を知ったら心臓を呈して、そっとものだったんでしょう、うん。母はそれまでの私の少ない恋愛事情を知っていたんで、え気づきもしませんでした。今になると、かなりのそ状態のなせる技だったと思います。うん、そうってことは結構陽気,な陽気すぎるっていう状況でしょうかね。本当に好きな人には勇気がなくて、 え告白なんてしてきませんでしたから、うん、私が一番ファンというより愛しているアーティストの、えー、出会ったのが15歳の時で彼は27歳でした。なのか、私がその年齢を超えてしまっても、えー、ドストライクがその年齢で若く見えれば、えー、30代前半までになり、自身の年齢を鑑みると、 えー、付き合うことなんてありえないんで会話ができればそれでよかったんですがそれでも切なくなる時があり泣いたりしていましたがまあ恋にして恋に恋していただけなんでしょうね。 うん、それがことごとくベーシストでセクシュアル的にはノーマルです、えー。自分から告白なんて恥ずかしくてできなかったり、告白以前にダメな状況が分かってしまったり、年齢差があるなどして、私はきっとベーシストに呪われているのかもしれません。すごいですね。なんか、えー、恋するまではいかなかったんですが、えー、バンド編成の時に叩いてくれる、えー、ドラマーがですね、あの、えー、っとね、 ドラマーがどんな曲でも、えー、叩ける上手い人で、えー、それまでのドラマーの容姿を覆す背が低くて顔もかわいい30代半ばの人でやはり年齢差があるので本気ではなかったんですが一緒にご飯をしたりしていたんでちょっと狙えるかなと思った私が愚かでしたうんすごいエピソードでございますね私が一緒に活動を 始めた時にそれまでの恋人と別れて結婚を前提に同棲する人にも、えー、出会いました本人曰く不思議ですよね6年も付き合っていたのに全くそんな話になら,な,らなかったのに今の人とはすぐにそんなになったからだそうです なるほど。うん。実は私と活動を始めて間もなく、解散した彼のバンドのベーシストを好きになってしまい、えー、解散をしてしまったので、もう会えないどころか音楽自体をやめてしまいました。えー、ドラマーのいたバンドのボーカリストは、あいつ、うまいのにな、うまいのにな、と言ってましたね。ということですね。うん。 えすみません、フィギュアと関係のない、えー、話になってしまいましたが、全く関係なくもなく、羽生君が私のドストライクの年齢になり、今までよりも一層美麗で、美麗でいいんですよね、これね、かっこよくなってしまったんで、えー、これまでももちろん大ファンだったんですが、フィギュアを超えてスきルになってしまったという、脱線しまくりの無駄に長い、くだらないお話でした。い,いつもごめん <laughs> ごめんなさい。ということですが、もうこれは完全に恋でございますね。うん。はい。でもなんか、な、なんかすごいですね。うん。なんか結構芸能人とかでも好きになったりとかって、あの、まあ,ありま、ありますね。やっぱね。うん。まあ、そういう恋愛な部分で。うん。でもなんか芸能人に好きになってもどうしようもないんで、なんかちょっと、なんていうのかな。うん。 ねえ、あれですけど、なんか難しい部分はあるかとは思うんですけどね。うん。すごい話を聞きましたね。でも、こういう話は僕大好きなんで。うん。えー、エモンミカンさん、ありがとうございます。イギリスの次の首相は、スナクという元、えー、財務省の人に決まったみたいですね。うん。あの、僕も、あの、昨日夜ですね、まあ、YouTube で見まして、えー、決まったということですね。うん。なんか、あの、インドの 方なんでしょうかね彼は、うんえー、トラスさんは、えー、っとイングランド銀行と重、えー、白な政策で辞任に追い込まれたようですね。うん、これも、ね、びっくりしました、僕。えー、それとイギリスは会場にてロシア産の石油を載、えー、せ替えて背取りをしていたとのことですね、うん。イギリスは原子力もフランスに頼っているらしくてどうなっているんでしょうね。なるほど、そういうこともあったんですね。 えー、円安でニューヨークの日本食店でもお弁当やおにぎりのお米を日本産に切り替えたみたいで、おお、これはでもいい話ですね。うん。まあ、かなり円安で、今、1ドル148円くらいですけど、まあでも本当に急騰が続いてますね。うん。まあ、これから一旦調整するとは思うんですけど、ちょっとわかんないですね。うん。 えー、マルディンさんどうもありがとうございます。ジャスラックの著作権料は不要。あ いいうことみたいですね5年間に及ぶ裁判の結果、無効になり、えー、子供音楽教室での使用が大丈夫ですということで、おー、なるほど。これ、マルリンさんのところだけですかね。うん。なんか、昨日ね、えっ、ー、と、ユージニアさんから教えてもらいましたけど、なんかだんだんなんか、あの音楽教室で、ピアノ教室で教える場合は、お金を払わなければいけなくなるっていう話があったかと思うんですが、まあ、結構、まあ、人によっては、裁判とかしたりして大丈夫になったりとかってあるんでしょうかね。 うん、おはりこさんありがとうございます。えー、かぶさんこんにちは。もう遅いかもしれないけど、伸縮性の生地はニット用の糸と針でないと糸ぐれしちゃうよ。やっぱそうですかね。うん。僕ね、やっぱ、ね、悩んでたんですよね、うんで。実はね、まだ縫ってなくて、買ってこようかな、ちょっと。 うん、あと、前に見たミシンで縫うなら、伸縮性用のステッチがあると思うんだけど、ああ、なるほど。ちょっとね、探してみますね。そのね、よくわかんなくて、それが全然。うんえ本当なら、ロックミシンだけで脇縫いをしたらパーフェクトなんだけど、これはミシン環境によるからね、なんとも言えないけどね。うんそうち,ょっとちょっと探してみますね。このステッチ なるほど。うん。あかん。いらぬ口出しをしてしまった。えせっかく縫うなら、少しでも動きに支障がない方がいいからね。ついね。うん。そうでね。お、ほなんですよ。これ本当。で、あの、前ね、実はね、えっ、ー、と、伸縮性のない生地で縫ったんですけど、あの、上半身良かったんですけど、首元がですね、首こう、なんか、首通すときに、なんだこりゃってなってて、伸びないんで、あのやばくなってるんですよね。だから、やっぱ買った方がいいのかなってちょっと思うんですよね。 うん、ごめんね。まあ、頭の片隅にでも置いといて。うん。ちょっとね、あの、買おうかなと思います。うん。まあ、あの、ちょっと、ステッチちょっと探してみますね。うん。えー、ミケンさん、ありがとうございます。おはりこ様うーんなるほど。えー、そのようにするんですね。えー、過去知っていればの場面がありました。非常にためになります。うん。そう、僕ね、これどうしよっかなって思ってたところで、だったので、うん。ちょっとか、あの、検討してみたいと思います。はい。 あの首通すときに、あれ、硬ってなるんで、うん、あの上半身の、そのなんだっけ、この脇の方はね、えっとちょっと書くと、このこっちの方この上半身の、まあ、上身とあと、あの後ろ身頃の、ここは大丈夫なんですけど、この襟のここですね、ここが硬くなっちゃうんですよね、普通の糸に塗っちゃうとね。うん、だから、まあ、ちょっとそれが課題だったんで、ちょっと考えてみたいと思います。はいうん はいえー、そしてマレリンさん、どうもです、えー。美術の秋だから、えー、油絵の具について、なぜレントゲン X 線撮影ができるのか、うん。なるほど。これは油絵の具にはですね多くは鉱物が入っているからですよ。なるほどですね。面白いですね、うんえー赤。赤がカドミウム、レッドで、黄色がカドミウム、イエロー、白が、えー、チタニウム、えー、ホワイト、えー、シルバーがホワイト。 ということですね。うん。で、青がコバルトブルーなどあるためです。他に、染、え、料、ー、系としては、塩磁色、クリム、クリムソンレーキ。うん。えー、そして、紺色がプルシャンブルーという感じだそですね。えー、これらは、X 撮影では映らないです。おそういうことなんですね。なるほど。うん。なぜ、鉱物系を多く使うかは、えー、経年変化ほとんどない。それに比べて、えー、あの、染料系の絵の具、絵具は、 体色が激しいということなんですねが油絵の具の特徴です、うん。深いですね。なるほど。かぶ君に質問されるあの絵が得意かどうかについてですが、えー、大方の人は形を描けるか、えー、どうかで絵は上手くないと決めてしまいます。ああ、なるほど。これは描写の部分だけに言えることですよ。 フィギュアスケートと同じで絵も色、形、構成、それを活かして最終的には表現です。うん、フィギュアスケートでいう技術は形を正確に捉えることができるか、色を適切に使えるか、リンク動線とそこに入れる構成、あジャンプ構成は、えー、どうしたらいいか、それが表現につながりますよね。確かに。うん、あのその通りですよね。だってあの、どんなに素敵な衣装でも、なんかあの単語の えー、衣装なの単語の曲なのにもう全然違った、ね、それこそハリー・ポッターの、ね、衣装とかだったら全然ダメですよね、うん、素敵な衣装でも素敵な音楽でも、えー、種類が違うものが合わさってしまったりしたら、えー、ちょっとやっぱあの違うちょっと違えなってなっちゃいますよね、うん、でも自分の最終的な表現に向かって色形、えー、構成を攻めていきますだから表現が形を必要としないアンフォ,アンフォメルなん アンフォメルメルな表現ならあの頭の中にあるイメージで良くなりますよ。うんえ。カブ君を見ていると服作りからは色と構成のセンスはあると思いますよ。あとは絵で何を表現したいか。うん。えー、だけです。えー、毎回のサムネを色だけで表現、イメージも面白いかも。ああ、ありがとうございます。うん。まあ、結構ね、まあ、そんな感じでやってるんですけど、うん。結構ね、サムネ難しい部分ありますね、やっぱね。はい。 はい、えー、そんな感じで、空、え、で、ー、さん、どうもです、こんばんは、日本より国会に関する話題です、き、うんえー、昨日辞任した山際,さん山際大志郎経済産生再生担当大臣兼、えー、新型コロナ対策大臣の後任に、後藤茂之でしょうかね、後藤茂之かな、前厚生労働大臣を起用することが明らかに。 なりましたということですね。うん。この人はよ,よくなるのかなうん。それと、今日ですね、えー、国会では安倍元総理大臣の追悼演説が衆院本会議で行われました。うん、えっと、えー、追悼演説でスピーチをしたのは、立憲民主党の野田,かのの田勝彦かなうん、元総理大臣です。 すみません野田、野田義彦ですね、うん、元総理大臣です。え傍聴席では、KF 夫人が家を手に見守る姿がありましたえ。野田さんのスピーチの内容は、安倍さんと野田さんがお互いにリスペクトをおっしゃっていたことがよくわかるもんで、えー、素晴らしいもんでした、うん。ニュース記事や動画にて確認してみてくださいあ。ありがとうございます。ちょっと見てみたいと思います。 えー、そして国,ら国,、えっと、国際連合は、えー、第二次世界大戦を防ぐことができなかった国際連盟の、えー、反省を踏まえて作られましたが今のロシアの暴走ぶりを見ていると、えー、最悪の場合第3次世界大戦勃発の可能性さえあり仮にそうなったら負の歴史を繰り返すことになってしまいます、うん、そうですよね、本当そう思いますね。 常任理事国になっているため、ロシアと中国も常任理事国にいるんですが、私個人の考えになりますが、ロシアと中国は常任理事国を務める資格はないと思っています。いやほ本当ですね。いや本当に真面目に、うん、えー、僕はそう思ってるんですけど、なかなかこの辺が柔軟性ないですね。うん。 第二次世界大戦の敗戦国である日本やドイツ、イタリアなどは理論上常任理事国になることができないもののアメリカでは日本が常任理事国になるべきという声が高まっているという話を聞いたことがあります。あの僕もそう思いますね。うん、もう歴史は時代は変わってると思うんで。 あのそこはちょっと柔軟にやっていってほしいなと思うんですよねえ。今回のウクライナ侵攻の影響で、今後、国際連合の在り方やルールが変わる可能性があります。えその場合には、日本、ドイツ、イタリアなども常任理事国に入りする可能性もありえると思います。僕は本当、そうした方がいいかなと思いますね。うん。一旦リセットして、え今の状況を見て、まあ、かんあの変えていった方がいいかなとはちょっと思いますね。はい えー、テラさんありがとうございます。えー、かぶくんこんにちは。今日はとても寒い一日でした。うん、私の職場はスーパーマーケットなのでえー、お店の中も冷蔵ケースの冷気でひんやりえー、バックヤードも外気とあんまり変わりません。冬は極寒なのです。 えー、今朝は制服のジャンパーだけでは寒いので、中に薄いダウンのベストを着ました、えー。これから徐々に厚着になり、真冬の頃には5枚ほど重ね着をするようになります。うん、寒いですね。なかなかの寒さですね。岩手県、うん、うまく藤原様がアレルギーのお話をされていましたが、私も全く同じです。えー、リンゴ、桃、サクランボな,などなどを食べると、口の中や耳の奥に強烈な痒みと、 え、鼻づまりや気管の炎症が起きます。あ、なるほどですね。私は病院で白樺アレルギーと診断されました。え、白樺の花粉とバラ科の植物の実のタンパク構造がとても似ているため、食べるとアレルギー症状が出るんだそうです。ああ、なるほど。白樺って言うと、岩手県には平地でも普通に生息している可能性がありますね。 うん、あのベルギーにも白樺が普通です。まあ、関東とか東京とかね、まあ、その埼玉県であったりとか、そういった平地にはあの少ないんですが、まあ、あの関東でも、まあ、北部山沿いとか西部の山,山沿いだと、まあ、白樺、普通にありまして、ちょっと寒い地域に多いんですね、この白樺はね。だからまあ、あれですけど、えー、子供の頃から喘息持ちで、えー、アトピー性の皮膚炎でした。20代前半から航空アレルギーが出るようになりました。 はじめは桃とさくらんぼだけだったのが徐々に増えて今は食べられる果物はみかんなどの柑橘類のみですパイナップルとかも厳しいですかね私も加熱すれば食べられるんでジャムにしたりケーキの生地に入れて焼いたりしていますうんあと生のエビカニも口の中が痒くなるこ 痒くなる、えー、広角類アレルギーで食べられません、うん、いや、これは辛いですね、本当に。アレルギー体質って本当に嫌です。えもしも明日死ぬのなら、えー、大好物だった生エビ、カニ、桃思いっきり食べたい私です。いや、好きなのに食べれないってのは本当にきついことですね。あの、昔あの、卵アレルギーの人が食べたら本当死んじゃうんじゃないかっていうぐらいの人がいたんですけど、まあそういう人はですね、なんかドキュメンタリーで出て,て、アレルギーを治すために入院 をしててですねなんかちょっとずつ卵を食べてでアレルギーが出たら先生がすぐ来てですねでそれでこう治していって最終的に卵を食べれるようになったっていう人がねいましたねそれはねだからあのそういったアレルギーの人結構あの治る可能性も治るというか良くなる可能性もあるのは聞いたことあるんですよね僕ねうん、えー、みわさんこんばんは。 コメント、ここに書くのもと思いましたが、先日、10月23日日曜日、あのサッカー元日本代表選手、中村俊輔さん、44歳で引退試合、ラストマッチが熊本県でありました。もともとは横浜マリノス、今は横浜 FC、惜しくも J2 ですが、来年から J1 に昇格,昇格になるとか、うん、黄金の左足は。 えー、華麗なシュートや魔法のフリーキック、えー、素晴らしいコントロール、何回も日本のピンチをチャンスに変えて輝きました。えー、熊本ロワッソと、 えー、横浜 FC の試合が熊本であったにもかかわらず、えー、2万1508人も観客が熊本に、うんえー、いつもは1万人も入らないのにすごい、数的にすごいですね、うんえー、中村俊輔さんは6月に右足首の手術をされていたらしく、えー、それでも最後は90分中、前半45分、後半15分の60分間頑張り、決定的チャンスを作り、引退をされました。 本当に長い間お疲れ様え、たくさんの夢と勇気、仲間との連携やえ悔しさえ、そうですね、や楽しさえ、そして黄金の左足は永久に不滅ですよえ、それからインタビューで一緒に戦ってくれてありがとう、え感謝の気持ち、良いプレイをもっとしたかった、現役でやっている時は自分のことばかりなんですけど、こういうタイミング、引退が来ると、えいろんな人に、 支えられうんなるほどやはりたくさんの関係者やファンあってこそだなと、えー、なんだかフィギュアスケートにも似てるなぁと感慨深いエピソードでしたよということですねうん引退ーーの時はやっぱり悲しい部分はありますね三輪さんはね息子さんがサッカーやってるっていう話してますので、まあ、結構なんかん親近感もあるのかなぁとちょっと思いましたけどもねうんはい はい、えー、それではねありがとうございましたこれで以上です。